どうも、映画トークチャンネル余計なお世話です。みんな再生してくれてありがとね。私、映画紹介人ジャガモンド斉藤です。このチャンネルは映画にまつわる余計な話を好き勝手気ままにしていこうというチャンネルとなっております。さあ、今回はマーベル映画の、最新作絶賛公開中でございます。マダムウェブのネタバレあり感想会。ということで、前回僕ですね、マダムウェブ、ネタバレなしでね、感想をお届けしたと思います。しかも感想といっても、かなり、歯切れの悪いですね、お茶を濁すような、逃げ方を、しておりました。というのもあれ、気づいてる方はね、いると思いますけど、公開の前日に上げてる動画なんですよ。で、まあ、そこの内容で話してるんだけど、その、これから見に行く人、かなりハードルを下げてくださいっていうような、事前の心構え動画として、上げさせていただきました。でやっぱりあそこではね、もちろんその自分の思ってる部分とか強く言えない、さすがに僕もですね、やっぱり公開前に、その映画のね批評みたいなもの、まあ解禁レビューは解禁されてるんでルール上はいいんだけど、やっぱ僕の中でのちょっとモラルというかさ、みんなが楽しんでる映画、楽しみにしてる映画ですから、それをやっぱいきなりね、ちょっとねあだこうだ言うっていうのも良くないし、ずるいなっていうね、気もしていたので、ちょっと濁してしまいました。ですが、まあ、ちょっと公開から、しばらく経ってから、まあ、一週間弱ぐらい経ってからだったら、まあ、もう、ある程度その YouTube でね、マダムウェブって検索して、感想を見るような、人はもう見てるだろうと、思っているので、いろいろお話をね、自分が思ったこと、させていただけたらなというふうに思っています。はい。でですね、まあ、これ、ネタバレなしでね、言ってる動画の部分でも、あるので、それをまあ、そこからまず触れていきたいんですけど、もちろんまずまだ、映画ね、見てないよっていう方は、閉じていただいて、事前動画見るなり、もうそのまま映画見てからこの動画に戻ってきていただければと、思うんですけど、まあ、こんなことね、最初に言う必要ないんだけどね、本来は。何かと言いますと、僕の感想なんだよね、単にね。なので、その別に自分が面白いと思ったとかだったら別にそれはいいし、っていうか、別に自分が面白いと思ったらそれは自分のものだけなんだから、その誰に何を言われようが別にね、もうシャキッとしてればいいんじゃないって、別に堂々としてればいいんじゃないっていう風に、これ別に嫌味とかじゃなくて、本当にそう思うし、僕自身もそうだしね、他の映画に関して。だから、その上で、まあ、結論から言うと僕は結構今回、ちょっと批判的なことを言うっていうことは先に言っておきたいです。なので、ちょっと、そういうね、自分が攻撃されたみたいな風に、マダムウェブを好きな私が攻撃された、俺が攻撃されたとか、そう思っちゃう方は見ないでください。はい、そういう方はもう見ない方がいいから、はい、なので、そう面白かっただけど、そういうね反対の意見も全然聞けるし、そういうことが楽しいっていう人とか、あと、僕はちょっと微妙だった、私は微妙だったな、つまんなかったなとか思う方とかは聞いていただけたらなという風に思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。でまずね、やっぱりこれ予習動画、事前動画でも言った通り、その触れ込みがね、やっぱ本格ミステリーって言ってるっていうところで、まあ結論から言うとミステリーでも何でもなかったじゃんっていうね、部分、もう誰が悪いやつかも分かってるわけだし、むしろどこをどうそう思ってこういうねキャッチコピーをつけたのかっていうところ、まあこれ難しいんですけどね、他のアメコミ映画がこう量産されて飽和状態の中で、いかにこう差別化図ってね、お客さんに来てもらうかっていう宣伝としては、まあ致し方ない部分かもしれませんけれども、やっぱりちょっとそのミステリーじゃなかったよねっていうところはちょっとね、みんなが、って思ってしまうっていう部分、ですよね。はい。で、他にもやっぱりそのキャスティングね、みんな可愛いっていうような意見とかも、目立つ中でございます。で、確かにね、ダコタ・ジョンソン、シドニー、スウィニーさん、セレステ・オコナーさん、イザベラ・メルセドさんとかね、この4人の、まあ、中心の話なんで、もちろんお三方見る、4人のね、この、まあ、ダコタ・ジョンソンプラスその3人の皆さんの魅力的っていうのはすごいわかるし、とてもその魅力的ですし、腕も確かっていうような、女優さんが揃っていることは確かです。で、もちろんその皆さん美しいんだけども、実際にその女優さんが美しいとか、まあ、俳優さんでもいいんだけど、かっこいい、ね、この俳優さんかっこいいっていうことと、その、
映画を通してその人が本当に魅力的かどうかっていうのは僕は別だと思うんですよ。それはそのチャーミングさみたいなところだと思うんですけど、今回に関しては皆さんもちろんね、ポテンシャルが高いとしてもね、美しくて、かっこよくてとかっていうのはあっても、このマダムウェブを通してすごくそのこの人物たちの愛嬌とかチャーミングさとか、この映画だからすごく可愛さが出てるっていうことはないんじゃないかなって僕はちょっと正直思いました。でそれは後半で僕ちょっと触れるところにもちょっと関わってくるところなので、じゃあそれなんでなのっていうところはちょっと触れていきたいんですけど、なので後半でねまたその話をしていきたいと思います。あとね、そのユニバースっていうものに対しての、まあ、被害者だっていう、ユニバースっていうこのね、流行ってる中でのマダムウェブは被害者ないんじゃないかって話もしたんですけど、やっぱりその次回に持ち越すっていうことをしすぎ、あとその伏線をやっぱりこう張りすぎてて、いいよ別にそのピーターパーカーのね、あれのペンパーカーが出てきたとか、でもピーターパーカーとは言わないからなんかちょっとわかりづらかったりとかね、するし、あと、ゲンちゃんから聞いたのはダイナーにいたナンパする高校生の制服が、ピーターパーカーがいずれ通う高校の制服と、実はその学校の名前が入ってたとかね、そういうこう、まあ、イースターエッグとか、言われるものとか、あとこの3人の、メインのね、3人の女の子たちが結局覚醒しないじゃんっていう、これ予告編とかフライヤー見ててもね、この、ね、格好してるさ、様子がこう見てる、出てるわけだし、映画の前半見てても、あ、これ後半、つまり力を得るのかって思ったけど、しないとかね。とかっていう、その、これは明らかにその次の何かの続編でやろうとしてるっていうことでしょ？で、これがやっぱりそのユニバースが流行ってるからって、そこにちょっとそこ信用しすぎてる。ユニバースというシステムを信用しすぎてて、やっぱり一本の映画としてこう完結してくれないとさっていう風に思っちゃうわけよ。それはやっぱさ、やっぱスターウォーズのエピソード4。今はエピソード4って言ってるけど、当時はスターウォーズだけだったわけじゃん。新たなる希望、あ、ニューホープだった後からさ、ついたわけじゃないですか。あの時は続くかどうかもわからないわけじゃん。でも、あの映画として一個完結してるじゃん。ダース・ベイダーがぐるぐるぐるって飛んでったなぁ、そういえば。だから続き作れるなって。もちろんそういう振ってるよ。振ってるけど、やっぱ一本だけでさ、成立してたわけだし、なんかそういう風なことにしないと。でも、もっと言えば、アイアンマンだってそうですよね。この、ある意味ユニバースの火付け役と言ってもいいと思いますけれども、アイアンマンだってさ、スカウトされてみたいなとか微妙にあるけど、でも別にそれがなんだって話で、普通にアイアンマンを一本見て、あ、楽しかったなって思えるような風になっていたわけですから、さすがにそれをちょっと引き伸ばしすぎてて、ちょっと厳しいなっていうような気がします。で、仮にね、そのユニバースとして先に何かをが起きるんで楽しみにしててねって振りの映画だったとしても、ちょっと全体像がやっぱよくわかんないまま終わっちゃうっていうか、どこに向かう話なんだろうこれはっていうことが、起きちゃってるんで、そのユニバース化するのはいいけれども、これどうなってくのっていうことになってしまうっていうね。でやっぱりそのもう一つっていうかいっぱい今日は喋ることあるんだけれども、その前のね、ネタバレなし動画でも言いましたけど、やっぱりこのアメコミ映画っていうものが2008年アイアンマン以降からバーッと乱立してってさ、で今なんてもうそのまあ DC が参戦して、こういう風にソニーが参戦してとか、アニメでスパイダーマンやってっていう、スパイダーバースやってっていう流れの中で、やっぱりその比較されるべき、されてしまう対象っていうものの、それなりのこう強度みたいなのがやっぱ強いわけですよね。やっぱり、やっぱそれがだからエンドゲームが全世界興行収入2位になってるっていうことでもあると思うし、やっぱクオリティが高いんですよ、他の比較するものの。で、その中でやっぱマダムウェブっていうのはちょっとこう、厳しいなーっていうふうに思ってしまう。で、例えばその今回ヴィランが出てきますけれども、やっぱあのヴィランのさ、スパイダーマン的な動き、もちろんこうやってね、不気味でしたよ。確かにこう駅の上をこうさ、天井張ってくるとかっていうのは不気味なんだけれども、やっぱりスパイダーマンをね、3代にわたって見ちゃってるわけじゃん。大体の人は。まあもちろん見てない人もいるわけだけど、こういう映画好きと、そしてアメコミ映画好きってなったらさ、やっぱ見てる中で、やっぱりそこと違うものをやっぱこう見せてくれないと、ちょっと厳しいんじゃないかなっていう。それはその3人の少女が覚醒するっていうところの、部分にとってもね、一瞬見れるなんかスーツ着てさ、なんかこうピッピッってやってるところでも、
あの一瞬なんだけど、なんかちょっと、うんって思っちゃうみたいな感じあるじゃないですか。なんかあんまりワクワクしないなっていうか、かっこよくないっていうのが、いや、これどうなのっていうね。だからその、もちろんマダムウェブっていう作品自体の強度は弱いっていうかね、全体的にうんって思うところはある。だけど、この時代に出てきてしまったものとしての悲劇性もあるっていうか、そういう意味でユニバースブーム、流行り、今、アメコミ映画がいっぱいある、そしてユニバースっていうものに対して信用しすぎっていうこの世の中の大きな渦の中での被害者だなっていう意味で僕はそういう、説明をね、前回させていただきました。はい。だいたいこういうところがこの前回のネタバレなしでも触れたところです。で、ここからは、新しく話す部分っていうかね、今回だから話せる部分で、まぁ、ちょっとポイントポイントで言っていきたいと思うんですけど、まず、もう、全体的な印象を伝えてしまうと、全体的に無味無臭感がちょっとするな。設定はすごい予知するとかすごいし、3人が覚醒するとか、ヴィランが、その先、ね、なんか夢で先を読んでてみたいな部分とか、あと運命をほら、このウェブが全ての運命を繋いでいくとか、こう壮大な雰囲気はあるんですよ。なんだけど、食べてみると、全然味もしないし、なんか匂いもしないなっていう印象が正直ありました。なんか、その映画としてなんかあんまりだねっていうものでも、いびつな形で、でもここはすごくなんか監督がやりたかったとこなんだろうなみたいな部分がこう突出してくみたいなことがやっぱりあんまり僕は感じれなくて、なんかなーっていう感じがあります。で、例えばね、このそれに関連して言うとね、この主人公マダムウェブが、まあ、マダムウェブって言ってないわけですけどね、最初は先を読むっていう部分、ここが一番読めちゃうってとこがさ、一番さ、活かせる部分じゃないですか。で、例えばそのガイリッチのシャーロック・ホームズみたいな、脳内でベベベベってやってて、それをこう実行し、同じように実行してみてっていう、この変な気持ちよさとか、ファイナルデッドブリッジとかあの辺のシリーズのね、なんかあの辺の感じのワクワク感みたいなものってあると思うんだけど、そういうこう、先読み映画みたいなもののこう、前例の中でも、かなりちょっと、引けを取ってしまっているな、という。で、だからなんなら主人公がやっぱマダムウェブとして覚醒するまでがちょっと遅いかなという、あの地下鉄入って3人をさ助けるところ何回も何回も同じもの見るじゃない。で、こっちはやっぱりいやもういいよってね、もちろんその映画の主人公が思うことと俺らが思うことに差はもちろんあるとはいえど、ちょっとくどいかなという感じがします。繰り返すっていう、わかるよ、部分そのそうなるのはわかるけども、さすがにちょっと。で、例えばその何回も何回も予測してこう繰り返してこうグー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 ってなってく、要はタイムループ的なねものをやったとして、じゃあ運命をか、じゃあいざ本当にその事態にこう直面しましたってなったら、何かこうバーンと弾けるような勢いがないとちょっと厳しくないですかねという気がするのよ。で、それがやっぱりこうない。だからタイムループもので言ってしまえばさ、ミッション8ミニッツとか、オールユーニードイズキルとかね、何でもいいんですけど、こう、先読みすることで、もう一回、まあ一回読んだ、先を読んだ。じゃあ二回目、同じ状況になるっていうのを、まあ、かわしていく気持ちよさがあるじゃないですか。ゲーム的な感覚としてね。あ、さっきこの面やったな、左から敵来るの分かったから、ここを避ければいいや、っていうことを、ゲーム感覚としてやっぱやってるわけじゃん。で、それをクリアしていく面白さみたいなものがカタルシスにつながるはずなのに、それが実はあんまりないっていうところが、ちょっと、無味無臭だなというか、なんかやってることはわかるけどっていう感じがすごいしちゃいます。はい。そしてまあ二つ目と言いますか、まあコスチュームのちょっと、チープさというかがちょっときついなっていう、もう冒頭のやっぱそのアマゾン的なところでの、あの原住民がね降りてきて、こうネットみたいなこうやっててさ、バッて降りてきてっていうところもなんか照れてんのかな、なんかもうすごいカットしてチャ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 って、なんか木の上をピュンピュンっていう CG もまあちょっとヤバめだったけど、なんか全体的に小出しにしてこう逃げちゃうみたいなことをするんですよね。だったらもう回想シーンだけでよくないっていう、回想シーン本当にその後出てくるし、そこだけでいいぐらいのなんかこうカットのバランスがちょっとなんか照れてますって感じがちょっとします。で、このやっぱさ、ね、
全身タイツ着て、赤マントつけてみたいなね。いわゆる、アメコミの、まあ、コスチューム、格好っていうものは、確かに照れちゃうようなものですよ。でもそのクオリティをやっぱ上げてきた先人たちがいるわけじゃない。MCU 含めてね。冷静に考えればダサいって思っちゃうものなのに、なんかかっこよく見えるな、みたいなことを、今までやっぱ工夫をね、してきたわけよ。まあ、もっと言えばその X 面だってそうですよ、2000年代のね、初頭のね。あれだってさ、やっぱその、青に黄色の X はどうかなって真剣に悩んで、やっぱさ、グレーにしたわけじゃないですか。灰色の目立たない黒い感じの、潜入スパイじゃないけどさ、目立たない格好にするっていうのが、すごい合理的だったし、クールだった。まあその後、ファーストジェネレーションとかでね、がっつり赤いの、あ、黄色いのをね、X でバーってやってっていうものの気持ちよさもありましたよ。それはこう、思い切りの良さみたいのがあったわけなんだけど、そういうことをやっぱ今までこう、やっぱやってきてるわけじゃない。だから別にこれはね、なんかその MCU とかの比較ばっかしてとかってそういうことじゃなくて、映画ってそうだから、もう映画ってもうそのあらゆる表現を先人たちが進化させてくれてて、その上にやっぱ次の作り手はこう頑張ってさ、そこの上を行こうっていう。で、その次はこの上を行こうっていう、やっぱ連鎖でやってってるものであって、繋がってんですよ。それこそこのウェブが、この映画というこのウェブが、すべてをの映画を貫いてて繋がってるわけじゃない。だからやっぱり表現っていうのは磨かれていくし、よりグレードアップしていくっていうものじゃない？てかそうじゃないと、どんどん衰退していくし、誰も見てくれないものになってしまうので、だから、そういうことをしないといけないはずなのに、なんかちょっとこう、劣化しちゃってるというか、だからさっきも触れましたけど、その3人もそうだし、のとこもそうだし、あとやっぱマダムウェブのその最後のデカめのサングラス、バックトゥーザフューチャー2じゃないんだからさ、みたいな感じの、変なやっぱちょっとダサさがちょっとなんか気になるなーみたいなのがやっぱしてしまうなーっていう感じがしますよね。はい。そして続いてのポイントは設定の部分ですね。落とし穴と言いますか。まあ、先が読める、未来が読めるという設定ならいいですよ。でも、だったら、まあ、さっき僕が言ったね、その、シャーロック・ホームズ的な、その、1周目、2周目。クリアできませんでした。でも3周目になった時に、こうこうこうしてこう避けて、みたいなことで何かクリアしていく快楽みたいなものをやるべきっていう話もそうだし、その、よくわかんないのは、最後のその花火のとこね、花火でバンバンやる作戦、あの作戦をもうすでに思いついてるじゃない。あの予想で、要はあの花火工場みたいなとこに行くまで、の案はアイデアは彼女にないわけよ。でもこの先を読みをした時に花火工場でバンバンやってるなーっていうのを先読みして予知して、じゃあそこに行こうっていう風にしてるじゃん。それでいいのかなみたいな。花火の工場に行って爆発させるまでは自分のアイデアでも、その爆発した時にこう右から左からと上から来るみたいなものを予期するから3人を守れましたならわかるんだけど、なんであそこに行ったのかがよくわかんないですよね。その一周目でなんで花火の工場に行くっていう自分がいたのかがよくわからないっていう。その割には AED は自分で思いつくじゃない。その救急車乗ってて上に向けて3、2、1、ゴー、ババババとか、うん、やれちゃうのはなんかよくわかんなくて、何で発揮してんのか。なんかそこの設定をもっとこう、楽しくやればさ、もっと自由が効くのかっていうかさ、その、うん、そこ、だから、要は運命っていうものはこう、もう決められちゃってて、そこに向かってレールに行くのかどうかみたいな部分に触れてるわけだから、ちょっと自由意志じゃないけどさ、そこのテーマとかを入れたら、もっとなんか、面白くなるんじゃないのかなって思うのに、なんかそうはなってないっていうのは、っていうね、ところがあります。はい。でね、あとその、まあ、アクションとか、全体的なその、なんか部分がちょっとやっぱ、ダサいかなーっていう感じがしてて、一番僕気になったのは、デジタルでズームみたいなやるじゃない。あの、顔に向かってみたいな、決め台詞言うときとか。それはちょっとなぁと僕は思っちゃうし、最後のその何？分身していくところもう、なんかねーっていう、ふわーって、なんかうわーって、しかも物理的に触れるっていうのもなんか、うんって気になるし、ねえ、なんかそこのけれんみみたいなのが全然ないし、なんかその、ヴィランを最後倒すときに、
あなたが恐れていたのはあの3人じゃなくて私よって言って、私よ。いや、それ決め台詞っぽいけど、ちょっとなーみたいな、なーっていう気がしますね。はい。あとはね、その、キャラクターです。一番のこの映画の問題点っていう風に言ってもいいんじゃないかなって、このキャラクターで、それがそのさっきの魅力的かどうか、チャーミングに映ってないんじゃないかっていう部分なんですけど、まず主人公ね、ダコタ・ジョンソンが、子供嫌いでしょ？で、子供嫌いっていうことを、どうやって克服したのって思うんですよ。で、こっちがね、こう、歩み寄って考えると、彼女は救命士っていう仕事。で、救命士っていう仕事っていうのは基本的に事故とか殺人が起きた直後に駆けつけて、命を蘇生させるという役目じゃないですか。しかしこのマダムウェブの能力というのは、それを事前に防ぐことができる、悲劇を起こさなくてもいいようにできるんだっていうことでしょ？鳩の下りじゃないけれども。で、そういう彼女が救命士であるっていう意味っていう部分と、があって、でも子供が嫌いっていう枷、自分の中でどうしても拭えない。で、そのなんで子供嫌いなのかもよくわかんないんだけど、それをやっぱこう乗り越える何かがないといけないんだけど、ごめん、あったのかな？俺はごめん、一回目見てて、どこで彼女が子供たちを守ろうと決めたのかっていうのがあんまりちょっとピンときてないんですね。で、それが例えばその3人の女の子たちが、みんなこう何、親の不幸があってみたいなね、こととか、孤独でっていうのがあるけど、すごく取ってつけたような感じの、モーテルでさ、一人ずつ喋らせて、みたいな。なんでこんな説明台詞で淡々と言わせるんだろうっていうか、入ってこないんですよね。しかもなんかその、それをちょっと後からつければいいみたいな感じになってないかなっていう。まあおそらくあそこなんだと思うんですけど、あそこでこうね、心臓マッサージのね、練習をしたりとかっていうくだりになるから、やりたいことはわかるけど、もっとそこをエモーショナルに見せないと、なんかこっちもぐっといかないし、で、その救命士っていう設定で言えば、いや、救急車盗むなよって思うのよ。タクシーもそうだけどね、盗んで誰も追いかけてこないっていうのも問題なんだけども、よくアメリカ映画でよくある、私はこっちがいいわとか言って選ぶ感じのノリで救急車乗るじゃん。わかるよ、その自分が乗り慣れてて、みたいな、まあ、AED もあれで行かせたしとかね、乗り慣れてる愛車として、救急車を奪うってのはわかるんだけど、いやさ、その間にさ、いや、その、事故とか起きてたりとかするし、必要なことがあるわけでしょ？それを一番よく熟知してんのは、あなたじゃないんかいってやっぱ、思っちゃうよね。それをこう、使っていいわけないじゃんって、思ってしまうんですよ。それ、ちょっと、細かすぎるだろうって思われるかもしれないけど、いやいや、救命士っていう設定で、さっき言った通り、そういうテーマをね、ちゃんと見せてくれるんだったらまだいいと思うんですけど、なんかノリだけでやってるって。だって多分 AED やりたかったわけでしょ？で、って AED はやれたんだってなってくると、じゃあ花火の件はどうなのっていうさっきの僕の話もあるし、なんかさ、お前大丈夫かよって思っちゃうところがやっぱね、あるのよ。だから、ダコタ・ジョンソンさんはもちろん美しいし、ポテンシャルあるしさ、ある方だと思うし、なんだけど、映画になって、このキャラクターになった時に、じゃあ、皆さん、どうですってなった時に、僕は、なんかチャーミングさみたいな、愛せるみたいなところがちょっとなんか ないなーって思っちゃう感じがありました。で、キャラクターの問題点で言うと、女の子たちね、3人組ね、どこで仲良くなったんですかっていう。どこで3人は、ちょっと最初の車に乗ってる時、いや、もうなんなら、すっと仲良くなるから、何もともと実は幼馴染だったみたいな、そういう伏線なのみたいな思ったけど、そうじゃないでしょ？その森のところで、それは待てないよね、あんな場所でね。で、ダイナーに行って、なんか曲がブリトニーだから、みたいなノリで、なんか仲良くなって、みたいなのもなんか見えてこないし、なんかもうちょっと喧嘩してバラバラになっちゃうぐらいのところまで行くけど、みたいな、人肌の、なんか温かみみたいなものが、やっぱちょっと、やっぱないくないですかね。だから、可愛いっていうのはすごいわかるけど、じゃあこのキャラクターとしてはどうっていう。それは単純にその女優さんが綺麗でっていうか、なんならみんなね、ネットとかで知ってて見てるから、可愛いなっていうバイブスで思っちゃう感じじゃないって俺はどうしても思っちゃうんだよね。なんか魅力的に
映ってるっていう、だからこれは女優さんが良くないって言ってる意味じゃなくて、そのレンズを通して見た時に果たしてこのキャラクターを好きになれるってなった時、僕はちょっとどうかなって思ってしまう気がしました。はい。あとそのヴィランね、このヴィランもどういう能力なのかな、あれ夢で見ててっていう、その噛まれた能力の一部、まあいいや、それはその夢を何回も見て襲われる殺されるで、あれをさ、どうやって具現化したんですか、あの顔を、夢で見てるあの顔を、絵うまいのかな、 めっちゃ絵うまい絵描いてそれを立体的にしたのかな、どういう技術なんだろうって思っちゃうんですよ。なんかもうちょっとこう誰かにね、その警察でよくやるじゃないけど似顔絵作りをしてみたいなのわかるけど、あんなにはっきりとどうやって特定したのっていうのがすごくノイズになっちゃって、いやそのミステリーって歌うんだったらそういうとこちゃんとしたらね、ノイズにならないのになとかもなんか思っちゃうしなとか、でそのあとそのまあテーマ性みたいな部分で、言ってしまうと、なんかこう女性陣がね、4人が悪しき男性性みたいなものに立ち向かうみたいな、そういう構図にまあしたいんだろうなって感じは確かにまあわからんでもないんですけど、だったとしたら椅子の女、あのヴィランの元で働いてるカチカチ屋と秘書みたいな人、あの人の何かを見せてよって思っちゃうけど、あの人が一番なんかこう怯えながらね仕事してっていう中で、あの人がなんかね、一撃食らわすじゃないけど、なんかそういうこう、エモーショナルな部分があってもいいのになーとか思うし、なんかね、その悪しき男性性に対して女性が立ち向かうってのは、リズラーとしてはすごく今っぽいんだけど、なんかついていけてない感じがするんですよね、中身が。なんか、そこの気持ちよさみたいな、だからハーレークイーンのね、華麗なる覚醒みたいな、みたいなものはなんかあんまないじゃないですか、あの時のなんか喜んでいいんだかわかんないみたいな複雑な気持ちのガッツポーズみたいな、言わまくれがどんまいみたいな、吹っ飛んでったね、あーバイバイみたいなの、なんかそういう社会性みたいなものもなんかあんまり感じることができないかったっていうのがね、なんか気がします。だからマダムウェブっていうその題材自体のポテンシャルは絶対それなりにあると僕は思うし、まあ原作、ゲンちゃんはね60点ぐらいしかないもともとポテンシャルはっていう話をしてたんだけど、いや別にもっと やれると思うんですけどね、うまくって。もっとよくできるはずなのにっていう状態なのに、なんか全体的に無味無臭になっちゃってる。それはやっぱそのキャラクターの設定のちょっとこう浅い感じ、浅はかさみたいな部分もあるし、設定っていうところでの面白さ活かせてないし、コスチュームっていうところのチープさもあるし、でアクションとかそういうこうアングルのねグッと寄ってくみたいな見せ場もちょっとなんかダサさだなっていう感じがするんですよ。だから無味無臭な感じがするっていうか、なんか味がしないなっていう、起きてることはすごいはずなのにっていう風に思っちゃったっていう話ですね。はい。はい。僕が思ったのはこんな感じです。はい。皆さんはどう思ったでしょうか？最初にも言いましたけどね、僕がどう言おうが、何言おうが別に皆さん、好きなら好きでいいと思うし、それ皮肉って意味じゃなくてね、好きなものは好きでいいじゃんって自分の中で持ってればさって僕は思うから、貫いくものだしね、みんな。だから別に僕が何言おうが別にどう思っても欲しくないんですけど、僕はやっぱり、こう思ったっていうね。あんまりね、このチャンネルでそういうこう、なんか批判的なこと、批判一色になっちゃうことってあんまり僕はしたくはない方なんですけど、余計なお世話ではね。でも、ちょっとさすがにこの、ちょっとアメコミ映画がこんだけある中での、ちょっとこう、ね、さっき言った被害者的な部分が僕はちょっととてもあるなって思っちゃったんで、ユニバースに対してのこうちょっとみんなね、もう古代妄想じゃないけどみんな信じすぎてないですかねっていう、そのね、何でもかんでも実はあれと繋がっててクロスオーバーするっていうことが、じゃあ全ての評価を良くするかっていうとちょっとそうじゃないんじゃないかなっていう、一個象徴的なこう一作だなって僕は思いましたし、近年のアメコミ映画の中で結構ダントツで、結構ワーストクラスっていうとちょっとあれだけど申し訳ないんだけどね、そういうこうね、評価にどうしてもなっちゃうなこれはという、これをやっぱ無理に擁護することはちょっと厳しいんじゃないかなというふうな気がしています。はい。そういう意味でも、これは、
歴史にね、名を刻むというか、象徴的な一本だな、これ、これをどう思うかだっていうところかなって気はするので、動画にしました。はい。すいません。はい。ということで、皆さんはどう感じたでしょうか？率直にね、コメント、書いていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。最後まで見てくれて、ありがとうね。